ポーランドの野外博物館の周囲の柵、伝統的で素朴な材料、技術で作られたもの。米国ペンシルベニア州チェスター郡、ウエストタウン郡区の大きな農地を囲うためのオーソドックスな木製の柵柵とは、オーストリアの田舎の牧草地を囲う現代の木製の柵、物理柵の例。電気柵の例。牧畜用の柵である牧作には、物理柵と心理作がある。 対象、編集長獣防除用の防護柵には農地のみを囲む、ものと集落全体を囲むものがある。物理柵と心理柵、編集日本の歩行者自転車用柵道路では、車両の路外などへの逸脱、歩行者の車道の横断防止などの目的で防護柵が設置される。自転車道や河川周辺など転落を防止する。 必要のある設置箇所に向けた地上高線1 0 0 m m の転落防止策と、歩車境界など歩行者の横断抑止を目的とした地上高 800mm の横断防止策に対別される。歩行者などを対象とする防護策は、歩行者自転車用策と分類される。歩行者自転車用策は、以下の表に示す設計強度に応じて種別を区分する。 歩行者自転車用柵は原則として種別 P を適用するものとし、歩行者などの対流が予想される区間及び、橋梁・高架の区間に設置される転落防止を目的とした柵は集団による過重を想定し、種別 SP を適用するものとする。防風対策設備に防風柵がある。また防雪設備に防雪柵、雪崩予防設備に雪崩予防柵。 なだれ防護設備になだれ防護策、落石防護設備に落石防護策がある。ため池以降に編み込まれたしがらみしがらみは川中に、杭を打ち横木をかますことで水流の向きを変える構造のことだが、遺跡の発掘調査から土木の基礎構造にも用いられてきたことが考古学的に立証されるようになった。稲作が伝来し、水田工作が始まると考えが広まり、 利水目的で河川からの取水用にしがらみが作られるようになった。やがて用水路やため池の土手を補強するためしがらみを骨格として土を盛る技術が編み出された。これは石積みが普及した後も基礎構造として継承された。埋め立て造成で都市を構築した江戸の町は都内で埋蔵文化財としてしばしばしがらみ以降が検出される。 この参考事例は、江戸東京博物館において模型展示されている。近代になっても竹筋コンクリートのような構造は、しがらみの応用と捉えられる。世間のしがらみのように解くことができないこと、制約がある状況の例えに否定的に引用される。ABC 工事園第6版、作、ハット ABCD、木作の設置。独立行政法人家畜改良センター。 2020年5月1日閲覧。電気木柵の設置の色派。大分県。2020年5月1日閲覧。ABCDEF。防護柵の種類と効果的な設置法。農林水産省。2020年3月2日閲覧。AB。防護柵の設置基準。国土交通省。2020年3月2日閲覧。防護柵の設置基準。 同解説、平成10年11月日本道路協会、防風設備の手引き、国土交通省、2020年3月2日閲覧、新潟県道路施設維持管理計画ガイドライン、新潟県、2020年3月2日閲覧、ピケットフェンス、ありがとうございます。